なんちゅうの、その宣伝するっちゅうのは俺はいつも反対してんだよね。やらせるわけよ。やって自分が感じるんだ。ちゃんとやらなきゃできわからないし。それをやるためには、あなたたち頭で考えて何かやろうとするから、体と頭っていうのは分かれてくるわけだよ。それを統一するために合気道っていうのやってるんだから。我々日本人が来た場合、日本で教わったことをやってるんだけどね。だけど受け取る方が違うから、それで変わってくるんじゃないの。だからそれはみんなわかるじゃない。その日本の場合説明がないからね、大体言うと、まあ日本じゃね、日本じゃその見てわからんことを聞いてわかるかって言って、そういう教育ですよ。好きな人が探してくるのがそうなんだ。それでなきゃいけないです。優勢や生き通り、偶然生き通り、正しくっていうのは自分が楽しい感じるんだから、人は作ってくれるわけじゃないんだから、自分でこれは楽しいと、そういうふうに気持ちの転換ができる的なのも合気道なんだよね。いや、もう世の中っていうのは必ず中心が必要なんだから、どこでも中心っていうのはこう置くわけ、道場の中に道場の中心って中心っていうのはその自分の中心はここだって、聖火丹田要するに中心になる。だから中心というのはきちっとして動かなくて強いものが中心なんだから、中心があるからあとは自由に動く。
教えるっていうんじゃないんだ、自分の稽古だ。年を取ってくるとね、教えるんじゃなくて自分の稽古してる、健康法やってる。始めた以上続けてほしいしね、始めた以上続けてほしいし、続けるためにはやっぱり好きになってもらわなきゃいけないからね。問題ないでしょ。そちらがどう思うかっていう、どういうふうにやるかっていう問題。